こんにちは、バイカン大学の竹内です。宮永です。今日はサーベロの R5 のですね、完成車のご紹介をしたいと思います。あれですよね、 R5 が、第3世代からもう一つ新しくなって、軽量化、をしました。で、130g でしたっけ、前の世代から 130g を軽量化をしたのと、もともとやっぱりあの上りと、まあ、エアロと同じように、その上りのバイクってあの剛性が高く作られてるんですけども、やはりあの、まあ、快適性もですね、あの考えてほしいっていう、やっぱプロチームからのフィードバックがあって、剛性がありながらもその快適性を、実現していると。でさらに軽くなってるっていうですね、あのバイクになってます。はい、で、じゃあちょっと、じゃあこの完成車、そうですね、はスラムのホースグリーンの完成車で110万、で、リザーブのホイール付きの完成車ですね。で、これこの車体に関しては、ホースが1個前の世代のホースになりますね。なのでちょっとお見せさせてもらってですけど、まあこういうクランクとかリアディエラーは特に今現行のやつとはちょっと見た目が変わってるんですけども、まあ、性能はそこまで変わらないのかな、うん、というところで、まあ、フロントディエラーはちょっと変わらないというので、まあちょっとこれ辺は1個前です。でもパワーメーター付きで、はい、すごい。でリザーブのホイールは、ハブが DSS のハブが使われているタイプのリザーブです。多分これいろんなハブがリザーブはジップとかあるんですけど、これは DSS で、ハイトが 34mm ですね。ここがですごいワイドリムなのでリザーブとタイヤ 25C つけてるんですけど、結構28ぐらい見た目的にはあります。なので結構タイヤはボリュームアップすると思います。でもこのおかげでかなり乗り心地が良くなって、軽量で乗り心地にいいっていうのをさらにこれ多分増されてるんじゃないかなっていうところですね。これとも、うん、後ろは37mm、ちょびっとだけ高い、うん、ハブが DTSS は一緒です。なんかワイドだから25でもすごくこう太く感じますね。28ぐらいぐらいのね、膨らみになってる、実測、はい、あ、実測28ぐらいになってると思います。ここリムとこう直線ですね。そうですね、辛い位置も空力もかなりいいんじゃないかなですね。でハンドルは、サーベロオリジナルのカーボンハンドル、幅は51サイズで幅は 400mm ですね。結構なんかいいなと思ったのが、これこっから内装なんですけど、この裏見るとこっからはね、実はハンドルは内装じゃなくて、うん、ちょっとバーテープで隠れちゃったんですけど、この溝がずっとこっからずっと掘ってあって、で、このステムの吸収されるところ、掴んでるところまでずっと溝になってるんですね。で、このハンドルは全く内装せずにステムに入ってくるんだけど、まあ、一見内装ハンドルのように見えるっていうので、うん、まあ、乗ってる人はあんまり関係ないですけど、作業をする側としては非常に作業しやすいです。で、まあ穴とか無駄な穴とかも開いてないんで強度もいいんじゃないかなっていうところですね。で、これもカーボンステムですね。これは90mm かな。で、これであれですね、専用のスペーサーで高さが変えられるという
感じですね。この最近の左右に分割する操作なので、うん、こう右と左にパコッと外して付け替えたみたいな感じですね。でこれ今もう付けて送られてきちゃったんですけど、ここのなんという正式名称なんでしょう。この我々は富士山って呼んでるんですけど、これが2種類入ってて、低い方と高い方で、今これ高い方が入ってます。低い方にするともう本当ペシャンコの高さなんで、もっと低くできる感じです。なんでまあ体格使用用途に合わせて、そこら辺は一応もう付属してるんで、組むときに選んでつけるっていう感じですね。あと前側で言うと、この正面で、まあ今結構流行りですけど、こう広くすることによって、空気を通して逆に空気抵抗を減らしていこうっていうね、うん、これも R5 もそういう流れにしてるみたいですね、うん、最近のトラックフレームがもっとすごい、ね、こんなやつだよとかね、うん、PT とかトライアスロンバイクみたいな、タイヤから離すっていうのが主流になってくるんで、ちょっとこれもそれを多分意識してるかなっていう、でシートポストも、サーブ用製のカーボンのシートポスト、これはゼロオフセットちょいオフセットぐらいですかね、ちょいオフセットぐらい、うん、でこっち側がなんていうんだろう、タイラー、はい、タイラーでこの後ろにこう多分しなるっていう、うん、手でやったぐらいでもちょっとしないで、うん、これでも多分快適性があんましてるんじゃないかな、うん、エアロと、そうですね、この多分さっきちょっと微妙なんですけど、チューブが前のやつよりも下がってるっていうふうに、説明書いてあったんで、このシートポストの後ろもあえてちょっとこう多く出すことによってよりここをしならせるっていうことなのかなっていう感じですかね。シートクランプが収まってますね。あとね、この細さがすごいですよね。昔からR5 ってこのシートして全周この太さですね、うん、横から見てもそう、上から見てもこの太さ、ね、はい、で重量はフレームがこの51サイズなんですけど、51サイズで695で、フォークが300、ごめんなさい、300ジャスト、フレームセットジャストで1キロ、そう、1キロね、いかないかぐらいの軽量になります。で、これがホースがついた完成車の重量が、まあ、こういう台座もついてこの状態です。あ、ペダルついたみたいな。今映像で出てる状態で 7.8 キロ。ペダルもついたね。はい、はい、です、はい。さっきのフレーム重量もあれですね。塗装そう済みの重さ、うん。塗装済みで、あとそういうなんだっけ、なんかエンドとかこういうエンドネジとかネジがついた状態で。695なかなか最近そういう数字ってないですよね、みんな全部と塗装ないとかね、生まれたというのは何もついてない状態を公表してるんで、ひょっとすると全然完成して、フレームが塗り上がってエンドとかついたら全然重いみたいなこともあるんで、まあ、そう考えたらやっぱり自信あるんですよね、かなり、はい、軽い、はい、で借りだけじゃない、はい、はい、ということで、今日はサーベロの R5 のニューモデルですね、ご紹介しました。ご視聴どうもありがとうございました。いいのよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。